ちょこっと家電で使えそうなコンパクトなグッズを100均で買ってきました。かっこかわいいね。スプーントングです。耐熱温度140度、かっこかわいいね。カトラリー単点セット合金スプーンです。耐熱温度120度。スプーンです。ランチボックスです。お米をこれに入れて使えるか使いたいと思っています。シリコンパッキンがついているんで浸水した米でもそんなに漏れないんじゃないかと思います。そして皿の2枚セットです。かっこかわいいね。取っ手がついているんで持ちやすいと思います。敷き付きプレートステンレス製です。それからTINETS温度230度の鍋敷きとちょこっと家電取っ手が熱くなるのでこれで鍋つかみ
にします。蓋が直径12センチで、このボール皿が直径 11.9 なので、ここにうまく入ってくれればいいんですが、ちょうどここにうまく乗るんですが、ギリギリでちょっと入れないです。ここ変形させれば入ります。このランチボックスもここに入れば収納しやすいんですが、これもちょっとだけ入んないです。この取っ手の片方だけ取ればうまく収納できます。今日は N 版でティータイムをしようと思います。2秒長押しです。紅茶とチーズクラッカーを食べたいと思います。このトングでも食べるそうです。あとはこの箸どっちが食べやすいか、箸の方が食べやすいのかな。お湯が沸いたみたいです。トングを使ってチーズクラッカーを食べてみたいと思います。うまく使います。